ティムトンとは、フィナールドゥームのエピソード、TNT、エビルーションと、ドゥーム2のいくつかの無料ステージパック及び、デベロッパーリソースを制作した、マッパーのグループ。ティムトンとは、ブーンサポートを特徴とするザデュームエンジンが普及する、前の90年代に、ドゥームのワッド制作前世紀に、多くのステージデザイナーが使用していた、ブーン及びブーム、DM エンジンの開発を担っていた。 ブーンエンジンが、ドゥームエンジンよりもデザイナーに与えた利点は、主にゲームのステージ仕様と、物理からディメンション制限や、その他の制限を取り除いたことにある。ティム・トントは、1994年後半から1995年初めに、非常に活発なドゥーム編集メーリングリストから、発展した。ティム・トントは、当初、2つのグループに分かれていた。アルファグループは、 オリジナルの ID ソフトウェアチームによって開発された既存の d o o m 2リーソースを使用するステージデザインとモッド作業が中心であり、ベータグループはスプライトの変更を含む部分的及び全体的な改造に重点を置いていた。ベータチームはフィナール Doom に関する交渉中に ID ソフトウェアに対応するティムトンとトラストの正式結成直後に解散した。 1995年2月の時点でチームのメンバー数は104人であったが次の数年間でメンバー数は減少し1999年の時点でメンバー数は35から40人でありさらに40人もの元メンバーや活動休止中のメンバーが公式メンバーリストに掲載されていた TNT のウェブサイト管理者 タイ・ホール・ダーモンは、アイド・ゲイムスアーカイブを保守していたが、2015年7月31日に、脳主要で死去した。ポール・フレシュットは、アルティメット・インベージョンプロジェクトをティム・トントから切り離した。プロジェクトはもはや取り組まれていない。多くのティム・トントメンバーもルークプロジェクトに関わっている。ティム・トントは、以下のプロジェクトで、いくつかの作業も行っている。多くは、 ティムトンとグループの分裂、モダー、コーダーなどの欠如及び時間、関心の全般的な欠如により大幅に遅延、またはキャンセルされた。ありがとうございます。